守りたいと思う心に嘘はなかった。大切にしたいと思う心は誰よりも強いはずだった。優しさから生まれた感情はやがて殺意へと変わり、真っ白だった思いは赤と黒で染まってゆく。それが守りたかった日常の崩壊を意味していると分かっていながら、たたり殺し。何が間違っていたのか、その答えを探して、悲劇はさらに広がってゆく。